でお水を入れて24時間置きます。こんにちは、ぷくです。皆様大変お待たせいたしましたというか、初めての方こんにちは、ぷくです。今回はですね、この動画でもう3段までやるって言ってて8ヶ月9ヶ月ぐらい経っちゃったのかな。まあでも何回も作ってこの作り方がいいんじゃないかなっていうのを私の中で、まあ今のところもしかしたらこれ完結じゃなくてまたもしかしたら進化するかもしれないですけど、今のところ、これで紹介したらいいんじゃないかなっていう作り方をご紹介いたします。で、今回はインスタントポットを使った作り方なんですけど、インスタントポットがなくてもこの前回の動画と今回の動画を見て、いいところをこうつまんで作ってもらえればいいかなと思っております。今回後でご紹介するんですけど、もう私納豆パック買ってないんですよ。で、その買わない方法というか、なんで買ってないかは材料の説明のところで発表いたします。では早速材料から説明していきましょう。ということで材料の説明です。もうすでにここに24時間使っているお豆さんがあります。今使っている豆なんですけど、実はこのもうアジア系スーパーの中でも一番安いんじゃないかっていう、このね、たっぷり入って3パウンド 1.36 キロ、多分ね3ドルか4ドルぐらいのお豆を使っております。以前はねオーガニックのねちょっとちっちゃいやつで3ドルぐらいの使ってたんですけど、結構ね大量に消費して何度も作ってて、いろんな豆使って、この安いお豆でも全然美味しいじゃんということで、なんで豆本当にソイビーンズなら何でもいいと思います。黒豆とかではやったことないんで、もしご希望があれば私もちょっと試して作ってみてもいいかなと思っております。ちなみに今回使う量なんですけど、この中に入ってるのね、本当に目分量で半分、全然もう真っ二つじゃないかもしれない。もしかしたら3分の1かもしれないし、もしかしたら3分の2入ってるのかもしれないんですけど、納豆は本当にメジャーしなくても測らなくても大丈夫です。なんとなくザーでっていう分量です。今回なんで納豆パックを買わなくなったのかっていうと、実はですね、日本で売ってるこちらですね、川島屋で売ってる、これは納豆菌っていう、もう粉末の納豆菌なんですけど、ご希望があればお住まいの地域まで発送してくれるそうです。ちなみにこれでね、当時1年前ぐらいで2000円でした。中に今これ 10g 入りのを使ってるんですけど、もっとね少ない量でも売ってます。これ1袋買っただけで何キロって書いてあったかな、100キロかな。とにかくすごいたくさんの納豆が作れます。さらに後でまた説明するんですけど、少し作ってもたくさん作っても同じ量の納豆菌で作れるんで、私の中では茹でることも考えてこの3パウンドの半分ぐらいでいいんじゃないかなって、全然1パウンドでもいいですし、もう本当にはっきりした数字は言えなくて申し訳ないんですけど、本当にお好きな量で作ることができます。これちなみに保存方法は乾燥を濡れないように気をつけないといけないんで、こんなね、私はジップロックに入れてこのまま冷蔵庫に入れております。ではこれ一回こしていきます。浸してたお水はすべて捨ててお鍋に入れていきます。お水の量ですが、こんな感じでお豆が顔を出さない程度にお水を入れます。では蓋を閉めちゃいますね。もしインスタントポットがない場合は圧力鍋です。プレッシャークッカーでキープは消します。で、15分、このピンがね自動的に落ちるまでゆっくりと火を通していきます。前回の動画では蒸した方が美味しいって言ってたんですけど、確かに大豆の旨味は残るかもしれないんですけど、私にはその違いが実はあんまりよく分からなくって、できた時のお豆の硬さが茹でた方が断然市販の納豆に近いんで、私は茹でることにしました。時間も茹でる場合は15分で済むし、蒸す場合は固めの納豆ができちゃうんで、茹でる方をおすすめします。でもし固めの納豆ができちゃった場合は刻んでひき割り納豆にしても美味しくいただけます。出来上がってこちらのピンも自然に落ちました。開けてみたいと思います。はい、こんな感じになってます。気になる方は綺麗に取ってもいいんですけど、この上に浮いてる薄皮は私はほんと軽く残ってでもいいかなぐらいな感じでスプーンで取っちゃいます。別に食べれなくはないんで。で意外とね、納豆を作ってる間にだんだんね、どこ行っちゃうんだろう、溶けてなくなってはいないんですけど、なんか見当たらなくなるんですよね。気になる方は綺麗に取ってもいいけど、もう私はね本当になんとなく取ります。お鍋についたアクが気になるようだったら洗ってください。私はちょっと気になるんで軽く洗います。そしたらこの茹で上がったお豆をお鍋に戻します。よいしょ、このままザーッと入れちゃいますね。だいたい大さじ3杯で、絶対じゃなくて2杯でもいいし3杯でもいいしぐらいな感じです。後の煮汁は全て捨ててしまいます。もったいないけど。煮汁にこの納豆菌入れていきます。でこの納豆菌ね、私買った時コーヒーを混ぜるスプーンがついてきたんで、私はもう毎回これ使って、しかも洗わないでそのまましまっちゃってるんですけど、このね中身はもうほんとこんな粉末のちょっと納豆臭い粉末が入ってます。本当に少しで大丈夫なんですよね。こんな少しをここにポンと入れて、これね私初めて作った時本当に心配だったんですけど、こんなにちょっとでって思うんですけど、こんなにたくさん、これよりもたくさん作ってもこの量です。でこれをこの煮汁でよーく溶かします。で納豆菌はね暑さに強いんで、これ熱いまんま作業しちゃって大丈夫です。むしろ熱いまんまの方がいいかもしれないですね。他の余計な菌が入ってこないんで。この納豆菌がなくて納豆パックを使うんであれば、同じようにこの大さじ3杯ぐらいの熱湯に納豆を 2、3 粒入れて納豆菌を水に溶かしてください。で自分で作った納豆を納豆菌として使うのはあまり良くないみたいなので、なんで私は納豆菌を買いました。もうねそれでも作れなくはないと思うんですよ。自分の作った納豆を常に納豆菌でまた次で前作ったやつを使ってっていうのはできなくはないと思います。全然できるとは思うんですけど、結構いろいろ調べると他の菌が入ったりとかして良くないからって書いてあったんで、私はこう納豆菌を買って、でまああれだけ買ってだいたい 2,000 円で何個作れるんだろう。もうコスパ的にもかなりいいんでおすすめです。溶かしたらこの中にもう普通にざっと入れちゃいます。これを軽く混ぜます。もうどこに菌があるんだか私にはもうわからない。とにかく軽く混ぜて、まあ、ちょっと平らにして、そしたらこのまま蓋をするんではなく、こちらキッチンペーパーを軽くこうかぶして、閉めなくて大丈夫です。ちょっとずらしといた方がいいかな。あんまりねずらしすぎるとちょっと乾燥するんじゃないかなって私は思うんで、ちょっとまあ息ができる程度にずらしておきます。ちょっと臭くなるの嫌だなっていう方はこのパッキンを外してから蓋を閉めるといいです。ここでポイントです。このヨーグルトモードにするんですけど、ノーマルじゃなくてこのレスって書いてある方ですね。で22時間セットします。ここがポイントです。22時間です。普通の納豆を作る時は24時間なんですけど、とりあえず22時間で様子を見ます。ということで、また明日お会いしましょう。今22時間経ちました。開けてみたいと思います。こうかなりいい出来かも。こんな感じになっております。ちょっと触ってみますね。香りはいいんですけど、まだちょっと22時間で見た目かなりできてるんですけど、ちょっと粘りが足りないと思いませんか？でこうやって混ぜてみて、もう本当にすごい粘ってて香りがきつくなってたら、もうこの時点で出来上がりで大丈夫です。ただ大体私がやってきた感じだと、香りはいいんですけどまだちょっと粘りが足りないかなって思う状態になるんですよ、22時間だと。この状態からもう一回ちょっと慣らして、同じように蓋をして、今表示がこうなってるんですけど、またヨーグルトのモードで今度はノーマルに変えます。はい、で今もうなってるんですけど、この2時間プラス2時間やります。で本当はこの2時間っていうのは、まあ、大体私は2時間で大体出来上がるんですけど、まあ、夏とか冬の季節によっても変わる時があります。もう夏の時はちょっともう粘りも強くなってきてるんで、まあ、プラス1時間とか、もしくはもうプラス2時間やらなかったりっていう日もありました。なんでとりあえず22時間はこのレスの低い温度で発酵させて、で残りの2時間でしっかり粘りが出るようにちょっと高めの温度で発酵させる方法が、私の中では一番、まあ、失敗もなくうまくいくと思いました。容器消毒していきます。これ沸騰したお湯、本当にね軽くザザザザザっとかけて、2時間経ちました。開けてみます。ザーン。さあ見てみましょう。かなりさっきよりも糸の引きが良くなったと思います。少しツンとはするんですけど、かなり強いツンじゃなければ冷蔵庫に入れるだけで香りが消えるんで、あまり心配しなくても大丈夫です。これを1回分ずつ小分けしていきます。これ私ターゲットで買いました。これパンパンに入れちゃうとかなり多くなってしまうんで、私はもう本当にこのぐらい隙間があるぐらいを1回分、それでも市販で売ってる納豆よりも少し多めに入っております。こんな感じで入れたら蓋をして冷蔵庫で置いておきます。はい、ということで完成いたしました。ということで大豆がこんだけの納豆になりました。これは入れる時にもお話ししたんですけど、市販の納豆よりも気持ち多めの量で、何個できたんだろう、一応21パック出来上がりました。大豆のお値段が、まあタックス込み4ドルぐらいで、4ドルの半分しか使ってない、2ドルでこれだけ作れましたよ。まあ納豆菌も本当にちょっとなんで、かなりコスパ的にもいいんじゃないかと思います。こちら保存の方法は基本冷凍庫で大丈夫です。ちょっとね、瓶の方はあんまり冷凍に入れない方がいいかなと思ってるんで、これはまあね、うちはもうこのまま冷蔵庫に保存して、そのまま2週間以内に食べきれればいいかなと思います。冷蔵庫の場合は冷凍すれば結構保存は効きます。うちはねでも1ヶ月ぐらいでこれはなくなってしまいますね。はい、ということでタレのお話ししていきます。とりあえずザーン、こんな感じで出来上がったんですけど、タレはですね、まあアメリカですとこの白だしとか、これは本つゆか、これ白だし本つゆ、こんなのが手に入るんですよ。まあ普通のめんつゆも買えるんで、私はめんつゆか、あとは普通にお醤油をかけて食べたりとかしています。ただこれにこちらですね、ザン、この蜂蜜、まあ蜂蜜か、もしくはこのアガベ、じゃあ本つゆにしようかな。こんな感じの量に、まあ本つゆをこう入れて、ここに今本つゆ入れたんですけど、そこにこのハニーを、はい、おしまい。ちょっと入れすぎたかも。見ました？今1滴入れます。この量がポイントなんですよね。ハニーを1滴入れると急に市販の納豆の味に変わります、というか変わると思っています。市販の味に近づきます。もうね、出来たての時のツンといった香りが冷蔵庫で2日間寝かすことによって消えます。このね、納豆菌は非常に強いので、まあ作るのは簡単なんですけど、この発酵させすぎとか厚めで発酵させちゃうと食べた時に鼻にこうツンと残るものができてしまうんですよ。でそれを作らずにいかに納豆を作るかでかなり美味しい納豆が出来上がるので、是非いい塩梅をできるだけ早く見つけてもらえればいいかなと思います。ということで、今回は途中経過じゃないですけど、今私がこう何回も作ってきて一番ベストな方法の納豆の作り方をお伝えしました。もしかしたら、この先もうちょっとこうした方がいいよっていうのが出てくるかもしれませんが、その時はまた動画にしたいなと思っております。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。もしこの内容がいいなと思ったらぜひいいねボタンを押してってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。